そう言われると照れるな。おっさんのやり方の真似だよ。照れてるんだ、こう。うわ、つくなよ。お、あれは口太郎くんじゃない？おい、レイ、こっちこっち。あ、先輩、月子さん。よかった、もう先に帰っちゃったかと思ってましたよ。あと1個くらいは出し物見て、そしたら帰ろうかと思ってる。おかげですっごく楽しんでるわ。ありがとうね、口太郎くん。そう言ってもらえると光栄ですよ。そうだ、レイ、なんかおすすめの出し物ってないか。最後になんか一個って思ったらなかなか決めらんなくてさ。ねえ先輩、何言ってるんですか。ん、七夕ですよ、七夕。屋上の短冊まだでしょ。あー、しまった、悪い、スカッと忘れてた。何こう、どういうこと。うちの学校じゃさ、毎年でかい笹を屋上に立ててみんなで願い事書くんだよ。わあ、ロマンチック。レイ、もう笹は屋上に持ってったのか。とっくに持って行きましたよ。でも短冊はまだいっぱいありますから、今から書いても十分間に合います。カップルなら効果も2倍。だからカップルじゃねえって。そうよ、もう人をからかって。慌てるの可愛いです。それじゃあ僕、キャンプファイヤーの準備があるんです。これで失礼しますね。な、ど、おい、私は嬉しいけど。え、いや、それなら俺だって。俺だって何。とりあえず屋上を上がろうぜ。そうだね。今年は綺麗に晴れたな。雨降んなくてよかったな。そうよね、晴れてよかった。学校の人たち、プチ太郎くんだってがっかりしないで済むもんね。まったくだよな、こんなに天の川が近くに見えるのは何年ぶりかな。こんな広い夜空は久しぶり。ほんと綺麗。綺麗だな。うん、綺麗なお星様、来てよかった。そうそう、星綺麗だ、ずっと見ていたいけど、あんまり長いこと夜風に当たれないのが残念。さっこ、短冊書いちゃおう。そうだな、そうしよう。どうしたの？なんか焦ってる？そんなことねえって。ほら、短冊とサインペン。
ありがとう。ねえ、こうは何書くの？あ、そりゃ可愛い彼女ができますようにって。バカ、違うよ。ムキになるんだ。何なのかな。俺は月子が早く元気になるようにってさ。いいわよ、そんな。もっと楽しいことを書きなさいよ。バカ、どんなに楽しいことがあったって月子が元気じゃなかったらつまんねえだろ。ありがとう。じゃあ私もこうが元気になりますようにって書くわね。それなら愛子でしょ。なんだよそれ。決めた。もう書いちゃったもんね。こうしてぶら下げてと。ちっ、いつまでたってもお姉ちゃんぶってさ。そうよ、私はこうのお姉さんだもん。勝てないな、月子には。じゃあ俺も吊るすよ。七夕様、一つよろしくお願いします。ふつつか者の弟ですが、お願いします。違うってのに。ただいまより校庭にてキャンプファイヤーを開始します。参加の方は校庭にお集まりください。あ、キャンプファイヤー。もうそんな時間か。帰る前にそっちも寄ってくか。うん。お、始まってるな。いいのかな、私たち混ざって。大丈夫だって、そういうイベントなんだからさ。あ、本当だ、結構いるんだね、他からのお客さん。プチ太郎くんはいないのかな。忙しいみたいだからな。ま、終わるまでには会えるだろう。ねえ、こう、ちょっとだけ踊っていい？体いいのか？お医者様には内緒にするから。ねえ、こう、お、ね、いい。そうだな、今日は元気そうだもんな。いいぜ。ありがとう。あ、でもこう、ちゃんとエスコートしてくれる？任しとけ。ほら、右で、次左。俺にちょっと体重預けて、そこでターン。覚えたの？紳士のたしなみってやつさ。ミュンヒハウゼンの特訓様々だな。私が知らない間にコウはどんどん男の子になっていくんだね。寂しがらせてるか？違うよ、嬉しいの。こうやって星空の下でさ、コウの胸に体をつけてダンスできるなんて、私さ、思ってもみなかったから。バカ、泣くなよ、人が見てるってば。これ、聞こえてるんじゃねえのか？でもさ、こう、なんだ、誰も見てないんじゃないかな。月子、その、俺。
好きか。なんだ、おっさん？何やってんだ。まったく、ダンスの相手一つ務まらないなんて、もう少し天下な男だと思っていたわ、源之丞。ヒールで思いっきり踏みつける女の、どこから天下なんて言葉が出てくるんだ。あれ痛いわよ。そこに至るまでの過程が欠けてるわね。何度も私の裾や足を踏みつけておいて、ただで済むと思うの？紳士でしょ？俺は現代に生きるモダンな探偵だ。愚痴の多い男ね、つべこべ言わずダンスを続けなさい。おっさんも大変だ。ほんと、コウの友達は面白いね。こっちには気づいてないみたいだな。どうする、そのまだ踊るか？踊りたいけど、これくらいにしておくわ。体辛いのか？そういうこと、ちょっとふらつくの。じゃあ一旦校舎に戻るか。なんだ、この悲鳴は。あれ、今の。なんだろう。どうしてこんなところに？あそこで私が迷わなかったら、コロは助けられたかもしれない。皇帝の、楽しくやってんな。こっちは展示の片付けだってのに。ああ、そう思われ。おい、いないのか？あれ、嫌がらね。どうしたんだあいつ。逃げたんじゃないだろうな。え、お前。直樹君？
俺、ずっと謝らなきゃって。でも…ダメなのか？許してくれんなら、俺、名だってするよ。一体なんだこいつら。月子、下がってろ。離れるなよ。コウも気をつけて。ああ、任しとけ。俺の後輩も月子も傷つけさせるもんか。覚悟しろよ、化け物ども。望むところだ。派手に行きますよっと。こう、すごい。ああ、全部まとめて相手をしてやる。じゃあ、僕の相手もしてもらおうか。また僕を殺せるか。嘘。真理。2の偽物め、もうこれ以上バカはさせねえぞ。だけどね、コウ、ここにいるのは僕だ。お前は僕を殺したことを後悔している。そうじゃないのかい？それは…後悔なんかしてねえ。おや、そうなのかい？昨日のことを悩んでても自分が前に進むわけじゃねえんだ。明日ももっとうまくやってやるさ。お前は新任の姿をした偽物だ。それ以上でもそれ以下でもない。また会えるなんてね。力はそんなものじゃないだろう。どこまで強くなったか見てあげよう。それでは死なないよ。けれど僕は完全に偽物でもないんだよ。